久々登場、ノブヨタハチとアメミヤシャンテ対決企画。前回までのあらすじは、エンジンとミッションがやっとこさ乗ったヨタハチと、来ましたか来ましたか、オートサロンでグランプリを獲得し、その後エンジン指導に着手したアメミヤシャンテ。ガチンコ対決もいよいよ現実味に。早いもんこれ。アメミヤシャンテ VS ノブヨタハチ、それぞれの仕上がりは。まずはアマさんシャンテからチェック。アメミヤです。遅くなってすいません。シャンテようやくエンジンブルーンできました。エンジンの仕様なんですけど、昔うちが SGT に使いましたローターフジングを使いまして、ペリの NA です。馬力が280ぐらい出したいんですけど、まあ、下から乗りやすくするためにも、まあ、260から280かな、まあ、とりあえずね、打倒ノブ君のトヨタ S8 をギャグとやりたいですから、早速ですけど、じゃあエンジンブルーンして音を聞いてください。とりあえずじゃあ行きますよ。スイッチ入れて、いいじゃないですか。いい感じの新しいワニは。懐かしいね、ペリー。さてどう？これでね、きっちり仕上げて7月5日のマツダフェスティバルにはスーパースターの谷口君に乗ってもらいますから。まあ、あとオートサロンに前出したユーノスロースター、ドリューとね、松井と末永正雄もなんとか呼びたいな。来てもらいますよ。道場走行とはいろいろ楽しいことがね、いっぱいありますから、見に来てくださいよ。お待ちしてます。続いてノブヨタハチを制作しているレーシングガレージ RS ファインへ。あれから半年、ずっとね、アマさんのシャンテばかりお送りしてきましたが、ノブハチもですね、ちょっと前に進みました。なんと、このエンジンマウントが完成し、エンジンが乗っかりました。以前撮った時にここにありましたが、あの時はただここに台が下にあって置いてただけでした。そしてこのタイヤハウスもできて、アームもつきました。この、まあ、エンジンがこれ 4AG が今乗っかってます。これを乗せたいって僕が言った時に、このスペースに入るのかというところで、まあ、ドライ散布キットを用意して、なんとかギリ入りそうだということでやってますが、このエンジンが乗っかっているこのエンジンメンバー、これはロードスターのですね、エンジンメンバーを流用し短めに加工し、そのエンジンメンバーから来るこのアームの取り付けもロードスターのアームが付いているので、このヨタハチはダブルウィッシュボーンという方式になります。で、アッパーの部分もここもロードスターの部品取りの車を切って付けて、なのでサスペンションもロードスターのものがそのまま付く予定です。ステアリングラックもショート加工してここに付いてます。まだまだね、この先いろいろ困難は待ってますが、エキゾーストマニホールド、あのタコ足がね、ここから向こうに通るスペース、あそこ今のところかなり狭いので、どうしましょうかと。ミッションがね、やはりこのノーマルのミッションと比べて3倍ぐらい大きいですから、それに合わせたこのトンネルを作んなきゃいけない。そして後ろのメンバーをね、これまたロードスターの使うわけですが、後ろにドッキングするのに、まあ、ショート加工してつける。リアもダブルウィッシュボーンになる。まだまだ、前途多難ですね。さあ、この車がこのガレージに入ってですね、もう3年経ちました。ここ半年の間にですね、まあ急にピッチが上がりまして、ここまで来ました。ここからまたもうちょっと形になるのに、今から多分かなり急ピッチで進むはずなので、進むはずなので、まあ近い未来のうちにだいぶまた様子がお届けできるんじゃないかなと願っております。順調に一歩一歩ちょっとずつ進んでおります。ということでですね、
まだまだかかりますので気長にお待ちください。